DS PDS ヘイアイスプーンさんてい、スイカ系 YouTuber の担当でございます。今日はね、新しい商品が出ました。ピカーッ、スイカバーガー。ついにファンタからね、スイカのファンタが出ました。前ね、ペプシとかね、いろいろね、スイカとか出てたんですが、ついにファンタからもね、スイカが出ました。やっぱ夏といったらスイカなんですが、スイカはね、こうジュースにね、しにくいんですよ。なんでかというとね、美味しくないからです。こちらは果汁どんぐらいだろう。ファンタ、スイカ、塩、無果汁。無果汁ですね。中にはスイカは入ってません。もうどうやってね、スイカの味を出してるかね、見物です。で、スーパーで86円で、税込みで97円ぐらいですね。まあ、高くはないです。飲んでみましょう。もうね、ポイントはね、スイカのね、風味がなかったらもうポイント低いですからね。飲んでみましょう。いきます。おー、すげー、スイカっぽい。てかスイカだこれ。なんかスイカに塩かけた感じのスイカです。いや、いいねこれ、最高です。グリーンって何？うん、でエネルギーは44カロリーで、まあ、実に高カロリーですね。飲みまくるとなんかスイカの感じが薄れます。一発目のね、ごくりがもうスイカです。はい、ってことで断定ポイント、ブラップス45。これはね、安いし、もう一度飲もうとも思える。まあ、スーパーで買ったから安いっていうのもあるんですけど、まあ、スーパーでもこのなんか100円以下で買えるっていうのがいいですね。まあ、夏にはもってこいです。もうスイカっぽいですよ、本当に。あ、飲みすぎるとなんか分かんなくなるんですけどね。ってことで、PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。